気がついた。ごめんなさいね。おとなしくしていてほしかったから。あなた、警察の人でしょ。こんなことして、どういうつもり？その子が三島彩美よ。君なのか。君が茜を殺したのか。10年前、茜を殺した容疑者として逮捕されたのは、あなたのお兄さん、三島元太が作った不良グループに所属していた木崎拓郎。木崎拓郎はあなたの身代わりとなって刑務所へ行ったのよ。なぜ木崎拓郎があなたの身代わりとなったのかはわからないけど。違う、私じゃないわ。いいだ、よく聞け。私たちは警察ではない。まあ彼女は警察組織の人間でもあるが。我々は自己死だ。この世に災いを起こす謝礼を払うのが仕事だ。10年前君が辞めたこの茜という少女は悪しき怨霊となりこの世に舞い戻った。彼女の恨みは相当なものだ。おそらく彼女は自分の死に関わった人間たちを皆殺しにするつもりだ。現時点で茜に殺された者たちだ。君も見覚えがあるだろう。何がおかしいんだよ。やってやったよ。俺がここに出て、まさきのやつを。お前まさきやったのか。ああ、殺してやったよ。俺
たいな救いようのねえ雑魚に殺されて、まさきもかわいそうだって言ってんだよ。殺すぞ。一人じゃ何もできないくせに調子よく強い方をついて生きがってよ。お前みてえの救いようのねえ雑魚って言うんだよ。黙れ。答えやがって。やってみろ。どこ見せろしや。おら、リュウジ。調子乗ってんじゃねえぞ。おら。お前一人で楽しんでんじゃねえよ。リュウジ、お前金いくら持ってんだよ。10億か20億か。それ全部こっちによこせよ。倍にして返してやっからよ。結局金かよ。翔平がもうすぐここに来るから、龍二に手出すなよ。の喧嘩にお前が行くことねえだろう。ガキ同士の喧嘩だから俺が行くんですよ。組のもんは使えないんでしょう。これは俺個人の問題です。あいつらは俺の仲間だった連中です。俺が直接行ってきっちりけじめつけてください。行け。もしもの時の護身用だよ。間違えて怪我でもした、お前もアホらしいだろ。正弘じゃねえか。お前死んだんじゃなかったのか。
この野郎。なんで助けてくれなかったんですか。仲間なのに。なめてんじゃねえぞ、こら。どこだ。マサヒロ、どこ行った。社長、大丈夫ですか。遅えんだよ。すいません。来る途中誰も見つかってねえだろうな。はい、特に誰も。とにかくここから早く出ましょう。社長、危ない。おら、死ね、おら。おら、話せつくな。死ね。おら、何すんの、おら。久しぶりに俺とタイマン張ろうぜ。俺に勝てたら生きて返してやる。どうした龍二、昔のお前もっと気合入ってたじゃねえか。俺とタイマン張れねえほど腰抜けになったのか。翔平、喧嘩ってのは対等な人間同士ができんだよ。今の俺とお前じゃ差がありすぎて喧嘩なんかできねえ。俺は昔のお前が好きだったよ。金に目がくらんでつまんねえ男になりやがって。大人になったんだよ。俺も玄太も拓郎も成長してねえのも翔平お前だけだ。その腐った少年叩き直して元のお前に戻してやる。社長、龍二。マサヒロ。マサヒロ、てめえ。もういいよ、疲れたよ。はあ、やめてやれよ。お前まさき、お前まさひろはさ、もう疲れてんだよ。だからさ、俺が代わりに相手になってやるよ。まさき、お前死んだじゃねえか。シゲに頭かち割られて。見ろよ、ほら、拓郎にやられた足も元通りだよ。もう前のようには行かねえぞ。どうしたの、おい。お前そんな弱っちかったか。お前らともう一度やり合いたくて、悪魔に魂を売って地獄から戻ってきたんだよ。だからさ、もっと楽しませてくれよ。シゲ、龍二、
鬼ごっこはそんぐらいにしとけよ。あったよ。やってやるよ。そうだよ、それだよ。俺が男って認めたやつはな、健太と拓郎とお前だけだよ。龍二、昔に戻れ。しとけ。なんだよ、その程度かよ。昔のお前だったら今ので KO だったのによ。昔々ってしつけんだよ。お前のそのいつまでもガキ臭いとこは嫌いなんだよ。いい加減大人になるしょ。ならねえよ、大人なんかに。何？俺はな、ずっと仲間にいたかったんだよ。健太とも拓郎とも龍二、お前とも。お前らが勝手に離れていったんじゃねえか。大人なんかになって離れていったんじゃねえか。俺はずっと待ってたんだよ、お前らが戻ってくんのかな。お前が昔の龍二に戻らねえっつんだ。俺が今ここでお前をぶっ殺してやるよ。大丈夫ですか？苦しい、死にたい、すごい。朝平のこと救ってやってくれたんだろ、礼を言うよ。もう気が済みましたか？全然。でももういいや、なんかもうめんどくさい。
俺こんな奴に殺されちゃったんだよな。こんな雑魚に。俺もお願いしていいかな。もう疲れたよ。あと拓郎と豊のやつもお願いしていいかな。あいつら特に苦しんでると思うんだよね。だから救ってやってよ。ほんとろくな人生じゃなかったよな。俺の人生。